こんにちは、シーバードです。今回はボスのディストーション DS-1 を千葉管楽器さんから3台お借りしてまいりました。なぜ3台もお借りしてきたかというと、この3台ともですね、発売時期が異なっておりまして、一番左こちらちょっとレトロ感があるかと思うんですけれども、1981年製です。メイドインジャパンの DS-1 です。そしてこちらなんですけれども、これは2007年発売の台湾製ですね。で、最後のこれは2017年発売の台湾製になります。この2017年製なんですけれども、全然重さが違います。めっちゃ軽いです。せっかくなんで重量測定をしていきたいと思います。ジャパンヴィンテージからいきましょう。 413g。続いて2007年台湾製です。 400g、 若干軽くなってますね。そして2017年製 326g。 初期のものと 90g も違いますね。外見的なところはですね、似たり寄ったりなので、重量の違いはまあ中身の違いなのかなというふうな感じがしますが、外的な違いを見ていきましょうか。はい、後ろを見ていきましょう。これはメイドインジャパンですね。黒いシールになっております。そして台湾製で、一番近年の新しい台湾製、ちょっとシンプルになってますね。お気づきの方もいたかと思うんですけれども、アダプターを差し込む場所、これジャパン製です。こういうふうな感じで、また近年になってこっちの方に戻ってきてますね。でも向きが逆になってます。では中身を見ていってみましょう。裏のですね、ネジを外しました。まずジャパンヴィンテージから見ていきます。普通な感じですね。このプラスチックが入っていて、基板があって、こんな感じの中身になっております。まあエフェクターってこんな感じよねっていう風な、そのままのイメージですね。続いて2007年製開けていきます。これもですね、中にプラスチック入っていて、で基板があると。でこういう風な感じになっていて、まあ先ほどのと相違はないなと。中身がちょっと綺麗な感じがしますけどね。まあそれは発売年代の差かなというところで、まあ、この2機種に関しては重量もそんな変わらなかったですからね。気になるのはやっぱりこの子ですよね。2017年製です。では開けていきましょう。ほら、さっぱり、基板がないというか基板が小さくなってるんですよね。ここいっぱいにあったあの緑がなくなってますもんね。なんか線も7本だけ。お、これは軽くなるなーっていう感じですよね。なのでサイズ感的にはこれぐらいでできちゃうってことですよね。道理で近年発売されるエフェクターが小さいと思いました。これも技術の進歩ですね。続いては音を鳴らし比べていきたいと思います。
というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。音の良し悪しというよりは結構好みかなというふうな感じですね。この81年ヴィンテージに関しては温かみというかちょっと暑さ的なもの、熱量的なものがあるんですけれども、逆にこの2017年製はモダンな感じでクールですよね。音の距離感も非常に近い。これとこれ、81年製と2007年製は非常に似たり寄ったりな感じでしたね。なので現代になってモダンなサウンドになってきているんだなというふうな感じがしました。演奏する楽曲や組んでいるバンドによってですね、結構方向性が変わってくるかなと。個人的にはもうどっちもいいなというふうな感じでしたね。レンジの幅はこのヴィンテージの方があるんですけれども、音の距離感より近くより刺していくというふうな感じのサウンドを求めるのであれば、あえてモダンな DS-1 を使うっていうのも手じゃないかなと思います。新旧どちらも活かしたディストーションボスの DS-1 でした。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。